新型コロナウイルスに感染し、ほぼ1ヶ月入院していた都内の病院を退院していた俳優石田純一66が14日放送のフジテレビ系特ダネガツ金曜全8時に電話声出演した。小倉智昭キャスターから岡江久美子さんの訃報を知っていたんですかと聞かれた石田はショックでしたとし、新聞を毎日見ていたんで知っていましたと明かした。石田は3泊4日の沖縄への渡航から帰郷した翌日の4月14日に息苦しさを訴え都内の病院へ入院。肺炎の症状があり、翌日に PCR 検査で陽性が判明し、治療を受けていたが12日夕方に退院し、自宅療養している。小倉氏から沖縄へ行ったことを聞かれ、沖縄の方に非常にご迷惑をおかけしてそこが本当に残念でと話した。その上で沖縄へ行った理由を運営している飲食店がお店が満席だったところが人が来ないんですよ、どうしましょうと。行く必要があったんですけど具合は大丈夫だったのでいろいろ伝えられていますけど帰ってきて発症したんです。体温計と血中酸素濃度を測るものを持っていて全然大丈夫だったんですけど、ホテルにもご迷惑をかけてそこが反省するところであります。判断が甘かったと謝罪した。さらにゴルフ場で具合が悪くなったと報じられたが、ゴルフ場で発症したわけでは本当になくて、ゴルフ関係者の人にいろんな被害、ゴルフが大好きなのにそこが反省しているところがありますと釈明した。合わせて読みたい。